ファイヤーロイドセブン誕生ダーンということでですね、今回はですね、いつもね手元で撮ってんだけど、今回はね顔出しでやってみました。はい、いや、なんでかって言ったらね、あまりにもいいからです。はい、まあ、今回はですね、7インチのファイヤータブレットに Google プレイストアを入れてみてですね、上手に使う方法、これをですね皆さんに伝授したいと思います。はい、実はね、最近私の界隈でですね、このファイヤータブレットを、ファイヤータブレットにプレイストアを入れてですね、まあ、Android 端末のようにしても使えるようにする、ファイヤーロイド化するというのがね流行っております。はい、なんだけれどもですね、スペックの高い10インチとか8インチは、割とね問題なく快適にスイスイ動くんだけど、問題はね7インチですよ。7インチ、これね、やっぱり端末のスペックが低いので、 Google Play Store を入れた途端、動作が重くなるというようなね、報告いただいておりまして、それね本当なのかなと思ってね、ちょっと僕も検証してみました。はい、で、これまで僕もね8インチと10インチだけはまあ入れてたんだけど、7インチはやっぱりね、まあ Amazon コンテンツを楽しむのに特化させて、それを気持ちよくサクサク動かす方がいいだろうということで、これまでねプレイストア入れてなかったんですよ。で、やっぱりね、重たいっていう報告を受けているので、まあ、実際それどうなのよと確認するために僕もやってみました。はい、で、この辺の顛末はですね、まあ、過去動画辿っていただければ出てますので、ぜひね、ご覧になってください。で、まあ、万が一不具合が出たよといえば、初期化すれば元通りに戻りますので、はい、このやり方だとね、僕のやり方はパソコンとか使わずに、なんだろう、ルート化とかもせずにね、入れたので、すぐに元に戻りました。はい。それも確認しました。はい。で、実際、まあ、僕もプレイストアを入れて、どうなったのか、検証しました。で、アプリをね、とりあえず、手当たら次第ぶっこんでね、こう、もうとにかく何でもかんでも入れまくって、さあ、どうだ？重くなりました。ダメじゃんってね、言うことなんだけど、そうじゃない！そうじゃないんですよ。やっぱりね、僕のコンセプトは7インチはやっぱりね、 Amazon コンテンツを楽しむために特化して快適に動かすために使いたいっていうコンセプトは変わらない。だけどやっぱりね、この Android アプリがあれば Fire タブレットの良さをさらに引き出せるんじゃないかなと思って、必要最小限度のアプリで動かしたらどうなるんだろうと思ってやってみました。動きます。超快適です。もうほとんどね、純正状態と変わらないです。変わらないような感じで快適に使いました。はい、でどういう風にしたのかというところをね、工夫してみたいと、お話ししたいと思います。これがね、全員が全員に当てはまるかどうかはわからないんだけど、要はね、アプリを絞ったんですよ。はい、で具体的にね、何入れたかっていうのはね、説明しましょう。はい、まずは、まあ、プレイストアは入れますね。これ入れないと、何もできませんからね。まずプレイストアをインストールして、やり方はね、過去動画に上げとき、まあ、忘れなかったらリンク貼っときますから見といてください。やり方貼っときます。はい、で、まあ、プレイストア入れたらですね、まずは後で説明しますけども、この Chrome ブラウザ、はい、Chrome ブラウザ、これが重要。これがあればかなり、進化します。進化するよ。うん。やっぱり、お気に入りとかね、スマートフォンとか、パソコンとかで同期できるので、やっぱりすごく便利です。これカメラのとこ、あ、ここだ。目線がちょっとね、あれなんだけどね。はい。同期できるので、非常に便利で、後から説明することに、この ChromeOS はつながりますのでね。はい。次にね、スマホ快適化。これ要はキャッシュかなんかをクリアするのかな？カメラここ。うん。キャッシュかなんかをクリアすると思うんだけど、まあ、これを押すことで動作が軽くなる。でね、ファイヤー、何？Amazon の何アプリって何て言うの？
アプリストアっていうの、アマゾンのアプリストアでも似たようなアプリあるんだけど、全然効き目がないんですよ。全然効き目がない。やっぱこれ、アンドロイド用のやつの方が最強。これちゃんと効きます。はい。これやる、をタップすると、どうなるかっつうと、ポチッと押すと、これが、何？今ちょっと暗くならんだ。はい。こんな感じで、まあ、ちょっと画面でできてね。はい。これだけメモリを解放しましたよ、というね、表示が出てきてね。動作がまたサクサクに動くようになっていくんですよ。これが重要ですね。はい。特に7インチでは重要になってきます。やっぱりスペックが低いんで、やっぱどうしてもね、プレイストア入れようが入れまいが、こう、長く使うとだんだん重くなってくるけどね。はい。これがあれば、はい。快適に動きます。はい、次。次ね。スクリーンフィルター入れました。スクリーンフィルター。もうね、これが革命だったんですよ。スクリーンフィルターを入ったってことが。はい。スクリーンフィルターって何ぞやって言ったらね、画面を暗くするアプリです。タップすると、ただただ暗くなるだけ。はい。これだけのものです。はい。これがなんで便利かと言いますとですね、一応これ、画面の明るさ調整できます。輝度調整ね。ここスワイプして、ここにこうスライドするとさ、暗くしたり明るくしたりってできるんだけど、やっぱりね、明るくする分にはまあいいんだけど、暗くするときがあんまり暗くならない。僕ね、よくね、こういったタブレット類っていうのは、寝室に持ち運んでね、例えばこう、眠れない夜とかね、ちょっとまあ、こう寝ながら、真っ暗な寝室で、まあ、寝ながらこうタブレットちょっと見ながらこう、でから眠りにつこうかなって思ってんだけど、いくら暗くしてもね、このファイヤータブレット7インチの、まあ去年旧モデルだけどね、新モデルは解決されてるかもしれない。旧モデルのファイヤータブレット7インチは、暗くしても暗くならなくて眩しいんだよね。うん。ところがこの、アンドロイドで使ってるスクリーンフィルターが使えるので、寝室でも使えるようになった。寝室鬼没ですよ。あ、違う違う。まあ、何でもないです。気にしないでください。はい。寝室で快適に使えるようになった。もうこれ革命。寝室でファイヤータブレット7インチが使えるなんて、なんですごい。やっぱ7インチ軽いからね。やっぱ持つのが楽なんだ。やっぱ大きいと寝室ちょっときついからね。うん。はい、次。スマートニュース入れた。これ別にどうでも、これまあ僕、これは別に僕個人的な問題なんだけど、うん、テレビ見ないから、最新情報が入ってこないんですよ。それ一応スマートニュースで大体、あ、世の中、こんなことが起きてんだなとかね、うん、ゴシップ的なこともこんな結構やってるからね、そんなのも見ながらこう、ああ、なるほど、こんなことがあんだね、みたいな。見てます。はい。次。まあ、スポーティファイっていうの、音楽アプリ。まあ、これは、好みかな。うん。だってアマゾンの音楽あるからね。次。あ、以上。はい。以上。はい、以上です。以上。以上です。はい。皆さんお気づきの通り、以上です。あれどうしたのっていう話ね。うん、そう。YouTube アプリ入ってない。Google ドキュメントない。Google マップもない。それから、ドキュメントさっき言った、ドライブ、Google ドライブもない。そして僕がいろいろいつも言ってる ABEMATV もない。 TVer もないじゃん。入れろよって話なんだけど、入れてない。はい。入れてないんですよ。はい。それらは全部ブラウザでできるじゃんってことで、そうすることでね、アプリを入れなくていいんですよ。もうブラウザでいい。ブラウザでいいじゃんという。ね。あくまで、やっぱ7インチは、Amazon コンテンツを楽しむのが最優先。ね。映画を見たり、音楽を聴いたり、そして何より、本を読む。本を読むですよ。はい。何せね、Amazon のタブレットだったら無料本が読めるんですよ。これ、Android 端末ではできないんですよ。Android とか、iPhone とか、iPad とかではできないんだけど、Amazon プライム会員に入った人が Amazon の Fire タブレットを使えば無料で本が読める。うん。何の話でしたっけ？いいねってとこですね。はい。これが Fire タブレット、Amazon コンテンツを楽しむものがあくまでベースでね。あと、Android アプリは、
これらの機能を、まあ、こうより楽しく、奥深くする、サブ的な感じの使い方でやればいいんじゃないかなと思ってね、やってみました。すげえ快適ですね。はい。やっぱ7インチって、なんちゅうんだろう。チープさ。まあ全部ちょっと似たような感じなんだけど、やっぱこう、こじんまりしてるじゃないですか。こじんまりしててさ、なんかこう、可愛くないですか？ 7 インチ。で、これ、4980円ですよ。4980円でも、結構使えるもの、結構いいようですよ。もう映画見れるしね。で、まあ、ちょっとおまけだけど、写真も撮れて、みんなでこう発信できるし、で、音楽聴ける、本が読める、4キュッパで、すごくないですか？もうね、私、このファイヤーロイド7と命名しましたけれども、めちゃ気に入っております。もうね、8インチと10インチ、どうしちゃったみたいなね。そこまではいかないか。まあ、やっぱね、8インチ、10インチは使い方がやっぱり違もうね、僕も本当力説してるけどね、Amazon のタブレット、7インチ、8インチ、10インチ。もうこの3つっていうのは、同じ OS だし、で、できることも一緒なんだけど、やっぱ使用目的、違うんですよ、全部。それぞれキャラクターが全く違うもの。ガンダムで言ったら、ガンダム、ガンタンク、ガンキャノンみたいな感じで、全然違うものなんですよ。違うもの。で、それぞれに、どうやれば、性能を引き出せるか、っていうのをね、工夫して使う。そういう、カスタマイズして、自分で使いやすいように、やっていく。っていうのがね、いいのかな、と思いました。はい。これ結構皆さん、ファイヤータブレット7インチ、クソだっていうね、批判してる方、多い。でも私は、ファイヤーロイド7、最強のマシンでございます。はい。皆さんもぜひね、こんな感じで真似してみてください。自分なりのなんかこう、ファイヤータブレットの作り方とかね、それぞれあると思うんですよね。こんな使い方したい、あんな使い方したい。で、こう、そういう中でね、どうすればうまく作れるのかって、こう、自分なりに工夫してね、やってみるといいのかなと思います。もうなんと12分も喋っちゃった。長い長い。はい。まあ、そんなわけでね、これ、気に入ってます。もうね、だから、ね、久しぶりに顔出しにしました。はい。ね。これいいね、この撮り方。また次もやってみますわ。はい。というわけで、今回は、ファイアロイド7を、まあ、こんな感じでね、使ってみたよ、というお話でございました。サトチュンチャンネルでした。あ、そうだそうだ。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。